皆さんこんにちは。始まりましたエレガンスマダム千夏の部屋。こちらはインターネットシャナナ TV より世界宇宙へ目の前のパソコンまで iPhone までお届けしております。24時間常時放送になっております。24時間2人が出ているわけでございます、ね、久しぶり、ね、もうなんかね、先週一人で話してたもんで隣に人がいるってこんなにいいもんか、声拾ってるかな。ご紹介何これ、ね、ご紹介しとこ、はい、ご紹介しとこ、この前もうみんな知ってると思いますけどね、今回初めてご覧になる方もいらっしゃるかもしれません。タイトルでね、お、今日はなんかいいこと聞けそうというところで、光からのメッセージを受け取りお伝えする占わない占い師音羽さんです。よろしくお願いします。お願いします。ね、はい、一応ここまで聞いてから CM 行こうと思います。占わない占い師ってごめん、毎回ねこれ下りであるんですけど、え、どういう全部占えないよってことかな。そうなんです。もうこれで終わっちゃうから、聞いてる人はみんなまで占わないって聞きすぎもう占いの使い方を変えないかね、みんなね。あ、そう、じゃあですね、紙砕いてご説明しますと、うんうん、まあ、人によるんですけれども、大体占いね、まあ、女子も好きですしあれなんですけど、 100% 全部答えをね求めようとする方がいらっしゃるんですよ。 ね、そういうことではなくて、うん、ある程度はちょっとねお伝えするけれども、その先は自分がどう受け取ってどう行動するか、まあ、考えた方がね自己責任的なところありますね。そう、だからもう自分がなくてこうくれくれくれってなったら大変だよ、うん、みたいなね、うん、ところでしょうか。本当にそう本当にそうもうこの人と結婚しますかどうか知らんや、そんなしたいんかどうか知らんやじゃないです、したいんって、うん、あ、それって不思議な質問だ ね、 でも しないよしないよって言ったらあんた別れるのと思うね。あ、でもそれ、うん、ま、だからさ、うん、人間っていい答えが欲しいから、うん、そうやね、この人としますか、うん、あ、するよって幸せになれるよなんて言われたら、うん、その人が欲しい答えなわけだけど、うん、でもまあそこじゃないというところですよね。そう、先の保証があるからみんなすると思うやろね。でも違うのよ、先の保証があるからするんじゃないの、まあ そ, のね、そこで悩むのも経験値ですからね。そうよ、ってギリギリまで言っても結婚しない場合もあるし、そうよ、ほんまに。でもまた縁があったら会うし、うん、みたいな、はい、はい、というところで、はい、はい、まあ、以上でね、はい、以上でね、はい、じゃあ CM 入ります。 CM です、どうぞ。シャナナンバー、シャナナ TV 内でのプレゼント企画や1日番組パーソナリティになれちゃう抽選券をゲット。シャナナ TV を楽しんでいただくためにこちらご登録いただきたいと思います。はい、シャナナンバー、はい、こちらの方がシャナナ TV 内、あなたもワンデーパーソナリティになって非日常を味わってみませんか。ご登録はこちらから。ご登録者全員にシャナナステッカーをプレゼント。シャナナンバー。はい、皆様お帰りなさいませ。改めてご紹介させてあげます。光からのメッセージを受け取りお伝えする占わない占い師音羽さんです。改めましてよろしくお願いします。ね、占わない占い師、全部占わないよって下が待ってない、そうそう、占わないよ、占うけど占わない、うん、あの言葉だけ読むともわけわからんくなりますけど、まあ、そのまんまですね、言葉のまんまでございます、うん、でもうエレガンスマダムね、千夏の部屋ではもう早数年、うん、定期的にもうほぼもうほぼこの回になると千夏の部屋じゃなくて音羽の部屋になります。はい、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。もう素晴らしいですね。素晴らしい、もう全て仕込んだかのように仕込んではいません。もう欲しいもの全部やってくれるのでね、もう私的にはほとんど喋ることはないんじゃないかと思いますが、まあ半年に1回ね恒例でやっております。はい、もう2022年12月19日からの週のオンエアになりますが、もういくつ寝るとクリスマス過ぎて新年迎えます。で、2023年上半期ということは 1,2,3,4,5,6 月までのお誕生日月別、まあ大まかなね運勢というのを、ね、音羽さんにもうカードを引いてあのメモってきていただいておりますので、これを皆様にお伝えしていきたいと思います。テロップね、今何ヶ月、何ヶ月じゃなかった、何ヶ月じゃないよ、何月の方の分だよっていうのは出てると思いますので、うんうん、そこをご参考にください。じゃあそれではですね、2023年上半期お誕生月別
運勢。まずは1月生まれの方お願いします。1月生まれさんは、はい、上半期は自分のこだわりや思い込みなど捨てる必要がある時です。今まで自分が信じ続けてきたものや築き上げてきたものが、崩れ去っていくような何とも言えない感覚になりますが、大阪弁やな。実は今までの自分を思い切って改革する時に入ってきているのです。しがみつくことなく新しい変化に身を任せ、初心に帰り、新たなスタートチャンスをつかんでくださいね、はい、すいません、うん、もう途中で話が全然入ってこないんですけど、ごめんね、途中ですごい大阪のイントネーションなってしまって、なんかいろいろちょっと揺さぶられる感じですね。はいはい、ごめんなさい、はい、ね、そうそう、揺さぶられる感じだね、うん、まあお試しというか、そうやね、自分がどうしたいのかっていうのを改めて考えるみたいな感じですか、うん、こだわってるとかさ、うんうん、なんていうのかな、今までやってきたことっていうのを変えるっていうのすごい勇気がいるし、いや、わかる、なんかそれでもそう、そうだね、うん、だけどでもね、うん、そういう時期っていうのは、うんうん、そうせざるを得ないようなことも来るからね、なんかできてるっていう、うんうん、まあまあそういう風になるかもしれへんなって感じかな、うん、でもそういう時はあ、もうちょっと今までのやり方違ってたんかなとかさ、あ、改めるのにね、うん、そう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 、まあ、立ち止まってよく考えるってことかもしれません。そうね、本当ね、すごいね、いいですか、1月生まれの方、1月なんですよ、あれ今見たら2月っていう時はまたアーカイブ上がりますので、ね、ぜひそちらをご覧ください、うん、それでは2月生まれの方お願いします。はい、達成感が味わえる時でございます。自分の望んでいたことが実現したり、うん、自分の欲しかったものが手に入りやすい時です。ここで大事なのは、自分の望むことや欲しいものは一体何なのかと、自分の望むものをしっかりと把握し具現化することです、うんうん、具現化すればするほど達成感が大きくなり、手にするものも大きくなりますよ、うん、ね、いいんじゃない、そう、自分の中の、うん、なんか達成、なんていうのかな、欲しい、望むものとかって、うん、結局なんか分かってるようで分かってなかったりするや、うん、でまあそれでもいいのよ、なんかそれがなかったらあかんとかじゃないんだけど、うん、でも結局自分はどこに向かってるのかなとか、うん、たまに分からへんくなってきたりするから、うんうんうん、その時には、あ、私は自分何を望んでんのかな、もっとゆっくりしたいことを望んでんのか、うん、その大きなことじゃなくていいのよ、うん、その望むものとか目指すところっていうのは、ゆっくりしたいのかなっていう、今の瞬間に望むものでもいいと思う、うん、なるほどね、それでそれをすることによって、うん、なんちゅうの、ただなんちゅうの、毎日の流れの水の流れとか時の流れにずわー流されて、うん、なんか気がついたらもう今日終わってたみたいなことにならないよ、うん、ああ、そうだね、うん、なるほどね、まあ、自分を持つってことですね、はい次、3月生まれの方、はい、3月さん、はい、難しい状況に遭遇するかもしれません、うん、高い壁が前に立ちはだかってイライラしてしまいますが、うん、今は自分の心を自制する時です、はい、イライラするとバイタリティやエネルギーがあらの方向へと、暴走してしまいますので注意が必要です、うん、常に平常心で対応しましょうね、本当にこの人も揺さぶられがかかっているというか、ちょっと前半来てますね、お試しやね、うん、でもここでね、そのなんていうのかな、難しい状況にいてたりとか、例えば今自分が前に進めてないとか、うん、もう同じところでもなんか地団駄踏んで足も同じところでもなんか踏みとどまってるって思う時っていうのは、実は足元を固めてる時であって、なんていうのかな、常にそのふわふわな道とかぬかるんでる道とかっていうのはどうしても踏ん張りが効かないから一生懸命固めてるんだと思う、うんうんうん、だそういう時っていうのはイライラするっていうよりは、あ、もうここで今やるしかないかなって開き直ることね、なるほど、そこを受け入れてね、そうなのよ、最近はね、なんか思う言葉っていうのはもうすごく開き直りっていうことがめちゃくちゃ、この人だけじゃなくてね、うん、降りてきて、うん、なんていうのかな、あ、こうなったらどうしよう、あなったらどうしようって怖くなったりするやんか、うん、でまだ何もこれから起こってないことに関してすごく悩んだり、うん、心配したりするんだけど、うん、そんなん心配したっても意味ないし、例えばそうなった時はもう、うん、しゃあないって、それがもう流れないやからって、もう開き直るってことで、受け入れるっていうよりはもう開き直るってことね、うんうん、まだ開き直ったら受け入れられるから、なんかみんな先に受け入れないといかんってなってくるから、なんか一生懸命こう自分の納得するように受け入れるんやけど、結局腑に落ちてないから、あ、またでも言うたかってと思ってそこに悩みがいくやけど、開き直るのも何をしたとって自分の手に負えないことはあるんだね、それはあるね、開き直るってことね、まあこれはあの3月生まれさんに関わらずよ、皆さんにも、でも来年は私、来年か、うん、2023年の、はもう私は開き直りっていう言葉がすごい出てくると思うけどな、みんなにね、流行語大賞かもしれません、うん、そう、そうしたら私呼ばれるかな、呼ばれるかもしれません、このエレガンスマダムもな、すごいことになってる、開き直りってもともとある言葉やけど、こういう夢見たらいいんですよ、うんうん、え、次は4月生まれ、はい、4月生まれの方、はい、今まで、難航していた事柄が前に進む時です、うん、
上半期は少し冒険してみてはいかがでしょうか、うん、もう十分に準備をしてこられたと思います、うん、今は勢いよく前に進んでください、うん、その勢いに周りがついてきてますます加速します。自分を信じてゴーしてくださいね。ゴーゴー、うん、ごめん、うん、ごめん、うん、わけのわからんこと、いきなりなんか戻ってわけのわからんこと、いや、いいですよ、いいですよ、あの音羽の部屋ですからね、うん、この回は、はい、そう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 、そうなのよ。だからね、あの本当にもういいよ、もうゴーよっていう感じかな。いいね、ちょっと怖いけどね、今まで一生懸命やってきたんだから、うんうんうん、もう十分信じて、ほんでやっぱりね、ある程度やり先に進みたいなとかって思う人って、うん、いろんなことをシミュレートするのよね。なんかこうなった時はこうなった時はって、そんなんさ、その通りなんか、まあ、なるとしても、うん、絶対その時のなんちょっと関わり方が絶対違うから、うん、もういろんなシミュレートなんか絶対する必要なくって、うん、もう行ってもう行き当たりばったりでいいのよ、うんうん、そうそう、その方が何ちゅうの、もっとなんか斬新 なんていうの、うんうん、アイデアが湧いてくるっていうか、うん、用意はしない、準備はするけど用意はしないっていうかな。あ、なるほどね、うん、あ、分かりやすい、そういうことよ。みんなもうなんかもう用意はするけど準備はしない、フレッシュな感覚で物事を取り組んだらフレッシュな考え方が湧くわよ。それ大事だよね。最初に用意してたシミュレートしてたら今の自分の経験値のことでしか考えられない、くり回さないから、それは確かに結局同じことを言っちゃう、うん、ね、そう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 、そうなのよ、ね、だから何も用意しないってことが意外といいかもしれんね。まあ、無になる時間が必要だね。次は何月か、ね、5月、はい、5月生まれ、はい、5月生まれさん、何か執着していたりしがみついてるものや事柄はないですか、うん、この人もそれね、辛いですが思い切ってそれを手放す時です、うん、いつまでも手放さずにいると、うん、新しい良いものをつかむことができません、うん、なんだかずっと同じとかマンネリだ、あまり状況が変わらないと感じるときは何かに固執しているかもです、うん、一度自分は何かに固執していないかしっかり見つめ直してくださいね。うん、マンネリとかさ変わらへんし、なんか私これから先いいことありますかとかっていう風な質問をいただくことがあるんだけど、いいことって何って私もいつも聞くんですよ。私いいことありますかって、いいことって何って、そのいいことっていうのはものすごく、うん、わーハッピーハッピーすごいハッピーみたいな感じのところをみんな、うんうんうん、あの思ってるのかもしれないんだけど、うん、ほんまそうじゃなくって、うん、何もないっていうか言い方下手な、なぎっていうかな、うん、穏やかっていうのが私はいいことだと思う。なんかすごくハッピーで、ハッピーなことが来たら嬉しいけど、結局それはもうピークを過ぎればまた、あ、またつまんない、うんうんうん、そうね、またなっちゃうから、うん、やっぱり波がないことよね。それがいいことだと思うんだけど、いいこと悪いことってあんまり分けちゃダメよ、うん、ですよ。そうそう、この人は特にあの何か執着しているものもあれば気をつけてねってことね。でも無意識になんか執着してたりしない？するするする。それはいいとか悪いじゃなくて、うん、なんかさ、うんうん、あるよね。するする。それはなんかやっぱりあれと思う時あるね。あるね。あるある。自分で自分をハッとする時ね。うん、まあでもそれは気づけることはいいことだからさ。そう、ね、そう、だから悩み事を悩んでる、悩み続けてるっても執着やからね。あ、だから別にこの子見てすちゃうよ。悩み事すいません、スタッフの顔見てちょっとスタッフの顔見てなんか勝手に決めちゃったから違うよ違うよってやる。うん、悩み事を悩み続けてるのも執着、手放さないってことでね。ね、すいません、いろんなところにスタッフおりますので、ね、はい、ね、はい、次、あ、次 6月大事です、はい、6月ね、モテモテだわ。上半期は人からの相談が少し多くなるかもしれません。その時に自分の尺度で相手をさばいたり、うん、何が正しい、これは正しくないとか相手に押し付けるのではなく、はい、話をちゃんと聞き相手をしっかり理解し、うん、その人を受け入れ答えるようにしてくださいね、うん、はい、その相手に出した答えがまさか自分に求めていた答えだったりってこともありますよ。でもそれはあるよね。でもね、ある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 、うん、それは普通にあると思う。あ、なんか自分に言ってんな。そうそう、あるよね、これ絶対ある ね、 あるね、びっくりする。本当にあのお客さんに相談するときもこう私言ってるやんかっていうものいっぱいある。なんかそう、私6月生まれなんですね。今まあね、相談されるかも、うん、いや、ね、一番もうこれずっとねなんだけど、相談されるとするじゃん。で、相談してすること、うん、相談される、うん、で、分かりやすく言うと、気づいたら相談者より私がその物事を深いところで考えてて、でやっぱり別れてからどうかなこうかなとか、あ、ちょっともうちょっとこんな言葉かけたらよかったかなと思うんだけど、意外にその相談した相手は深さで言うと全然違って、もう話したかっただけとかあるんですよ。それがいい悪いじゃなくていいんだよ。その子の気持ちはもうすっきりしてるから、だからそのなんか
そのね、深さをもっと浅くする練習せないかんと。そうよね。なんか気づいたら全部なんか全部掃除機で吸ってあげて、すごい元気になって帰るから、私なんか重く帰ってるみたいなさ、分かりやすくそれよくあるなって思うんだけど、毎回それちょっと忘れちゃって、前のめりでこうねなっちゃうっていうのは、まあそれが別々ね、自分と他人の別、もう他人の問題なんですよ。どんだけ解決してあげようと思ったとて、もう結局本人が気がつかない限りはどうもない。かといって、ね、逆に自分がその相談することが基本あんまりないから、うんうんうん、その相談するってなんかその相手にその相談すると重さを分けてしまうと思ってる、うんうんうん、なんか分かりやすく言うと、うんうんうん、でいらないじゃんって思っちゃうからね。なんかまあそこの価値観というか元々の基準の考え方がね、なんかちょっと一風変わっておりますので。そうよ、はい、でも相談するのが好きな人おるからね。そうなの、相談も誰かに必ず聞き上手じゃなくて聞いちゃうからさ、うんうん、かまあ、聞き上手的なと、うん、風に見えるんでしょうけれどね。だから話してる人はすごい聞いてもらってすっきりっていうのがあります、うんうん、はい、まあ、そんな感じでございます。はい、次7月生まれです。はい、上半期は精神と身体のバランスを大切にする時です、うんうん、求めるばかりではなく、今ある当たり前の生活や幸せをじっくりとかみしめ、うん、穏やかに過ぎる時間を感謝して過ごしてください、うん、変化が少なくあまり面白くないかもしれませんが、この変化の少ないことが幸せだと感じることにより、もっと多くの幸せが目に見えてきますよ、うん、そう、さっきのことだよね。もう普通、まあ、普通にいいやね、それが幸せ。もう幸せという価値観っていうのを、とんでもさっきも言ったハッピーとかっていうことではないっていう、うんうんうん、それが分かれば、うん、妬みもないし、そねみもないし、って感じかな。まあ、人間だから少々は持ちますけれどね。はい、次8月まで。はい、上半期はカリスマ性とみんなを巻き込むパワーが炸裂する時です。うん、今まで練りに練ってきた企画や、うん、考えを形にするのにいい時です、うん、楽しい集まりやパーティーの幹事役も自分からどんどん引き受けてください。すごく盛り上がり、お株がどんどん上がりますよ。株いいじゃない、やってください。8月生まれはね、ちょっとやっちゃおう、やっちゃおう、うん、はい、じゃあ9月生まれ、上半期は静かに、心静かに過ごしてください。あ、この人もだね。周りの自分への評価に耳を傾けず、じっくりと自分を内観してください、うん、心静かに平らにして、ありのままの自分を受け入れ、うん、褒めてあげてください、うん、自分を認めてあげてください、うん、そして自分を愛してあげてくださいね、うん、周りの意見は聞かんよ。深い、深いよ、9月さん。怒られてんのか、怒られてない、激励してんねん。誰誰お母ちゃん、頑張れ、お母ちゃんは頑張れ、お母ちゃんないババシャツが熱くなってきたんだけど、ね、そう、スタジオ暑い、うん、次10月生まれですね、はい、あ、ちょっと待って、変なとこした、ちょっと待って、はい、しばらくお待ちください。ちょっと待って、これどうしたらいいんやろ、はい、パニック、はい、ちょっといろんなものが、いろんなものが起きております。はい、10月生まれやね、はい、嬉しい出来事が起こりそう。嬉しいニュースなども舞い込んできそうよ。いい、今までコツコツと努力を重ねて育ててきたものが芽生えの時を迎える時です、うん、また上半期は友達が増える時なので、自分の知り合いを誰かにつないだり、うん、ご縁を広げてください。あなたのお役目でもありますので、どんどん人をおつなぎしてくださいね。なんで笑ってんのよ。もうさ、私ほとんどうんとかほうしか言ってないから、もう本当に音羽の部屋だなって思って今聞いてたら、音羽さんがもう一生懸命読んでるから、次回から私も読んでもいいけどとか、いろんなことを今一瞬聞きなさいよっていう感じなんだけど、何も私なんか間違えたかなと思ってたわ。間違えてない。そう、ね、分かった、うん、分かった、面白いな。あの、友達増えるよ。10月生まれね。いや、いいじゃないですか、それだけなんかね、人がいらっしゃるところに出向いていかれるの、で人をおつなぎしてくださいよ。機会が多いのかもしれないね。いいね、はい、じゃあ次11月まで。はい、上半期は気になっていたことをもう少し深く知るようにしてみてください、うん、その学びが今後の分岐点の際にとても重要なキーワードとなりますので、うん、本を読んだり調べたりとお勉強してください、うん、知性をつけることにより持ち前の直感力やイマジネーションがどんどん豊かになりますよ。お勉強でございます。お勉強というのは学校の勉強ではございません、うん、自分の好きなものを徹底して勉強する。今日調子いいよね。今日すごい調子いい。なんか芸人みたいになっちゃった。今日なんかごめんなさい、髪の前に来みたいな。今日むちゃくちゃ調子よくない？すいません、なんでこの調子がいいかっていうと、あのエレガンスマダム千夏の部屋アーカイブ上がっております。
音羽さんの回見ていただくと、はい、その時々によってこうなんかそのなんかあるんやろうね、うん、この時のコンディションっていうね、今日はなんかお笑いが来てる感じが、ね、はい、ございますので、自分でおかしいやろ自分が、びっくりしたもん自分で11月さん頑張って、はい、じゃあ締めくくりというところで、はい、いきます大丈夫ですか、はい、いきます、はい、12月さん、はい、自分の中でいろんな変化がある時です。あ、この人もそうだね、何かが違う、いやこのままでいいのかなという考えも多くなってきそうです。それは今の状況が、うん、そろそろ次のステージへと変化しているからです、うん、ね、なので可能性は無限大でございます。しっかりと準備をして次のステージへと移る勇気を持ってくださいね。はい、次元上昇しますね12月の方。あ、そうなんだ、ね、うん、でもまあ2023年上半期お誕生日月、うん、お誕生月、まあまあ全体的にまあ内観したり、うん、そうよね、うん、っていうのは特に2023年って足したら7になるんですよね、うん、7の時っていうのはやっぱ内観とか、うん、やっぱ一旦自分を見つめるとか、うん、あとお勉強とか、うん、まあ、そういう風に7っていうのはちょっと一旦こう静まるっていう時だから、うん、やっぱそうだよね、本当だね、今言われてみたらそうだわ、内観とかそういう人多かったね、うんうん、なんかそう感じとかね、うん、まあ、だから見極めているいらないを分けるとか、まあだから自分だよね、やっぱり自分っていうのがないと、やっぱり外のばっかり気になってるっていうのは、まあ自分のことをほったらかしてる感じになるから、ね、なのでだからこう自分に向き合うようなことがいっぱい起きる人もいるのかな、なんていうふうに思って、その中でもね、なんか8月なんかとか、なんか面白いね、なんかめっちゃ伸びるよって言われた月もあったりね、なのでお隣の月でも全然違うね、違うね、本当に違う、違う、ね、いうのがあるなぁなんていうふうなことを思っておりました。というところで一旦早いですが CM 入ります。 CM です、どうぞ。清めさせて、はい、はい、怪しいんやけどいかがでございますか。そう、清まりましたで、ね、今 CM 中にちょっとじゃあすいませんカードって言ったんですけど、うん、もう本当に毎回何もないのよ、何もねないんだよね。じゃあ2023年前半、うんうんうん、ちょっとぼやっと言ったらダメなのよこれ。そうやな、ぼやっと言ったら、そう、何よりも皆さん音羽さんがカード切るところをね見てほしいんだけど、うん、肝心な見てほしいのとそのな、ね、あ、もう切っちゃってるから、そうです、2023年の、うん、千夏さんでっていう、まあまあまあね、まあまあ、なんか音羽さんが思う3カードぐらいで見ようかね、うん、3カードぐらい、あ、3カードぐらい、ね、そうそうそう、それ何時間的にもほらこれはかっこいい、基本はこう横で持つのが一番普通トランプでこうするの、ね、うん、2枚出た、2枚出た、はい、はいはい、一応あのね通常のセッション鑑定の時はいっぱいカードもちろん出されるんですけど、うん、今ちょっと簡易的に、はい、出していただいております。何を聞いたの、2023年の上半期の千夏さん、あ、そうそう、今多分それがなんかなんかなんか出してもらわないと今何を見てるか分からない、そう、さっきそうやって言ってはったからさ、あ、すいません、もう私がちょっと頭が飛んでました、みたいな、はい、ね、はいはい、もう本当来年の1月2月ぐらいというのは結構運気の変わり目ではあるよ。なるほど。でもこれねあんまりね、なんちゅうのかな、ま、なんちゅうの渦に飲まれないようにしてね、周りの渦、もうみんなの人間関係とか、すごい目まぐるしいってことだね、うん、もうそうだし、もうそこに酔わないってことね、周りが動いてることに関してもう乗り物酔いをしないっていうことね、それ見てたらいいな、うんうん、うん、そうなのよ。そして何かしらいろん なんか契約事っていうのが、うん、あの何かあるのかもね、分かんないけどね、うん、何かしらのある、まあ、もう本当に大きな契約とか小さな契約なんでも何か決まるとか、うん、あ、今までよりなんか一番いいじゃん、うん、今までなんか結構なんかいいまあ、うん、あの悪いとかいいとかじゃないけど、うんうんうん、なんか面白そうな感じだなと思って今聞いて、うん、だってある程度願いが叶うことも出てくるよ。素晴ら
ちょっと逆打ちで出てるからちょっと時間はかかるのかもしれないけど、目になって見えてくるっていうか、うん、もうそろそろもしかしたら叶うのかなとかさ、こういうのもしたかったなっていうのがなんか芋づる式なんか出てきたりとかするよ。なんか先週なんかチェアレスクのちょっと話してて、うん、なんかね大阪のレッスンが夢が叶ってねって話してて、うん、そこから広がったらいいですねなんてお話をしてたので、うん、ほなそことリンクしてるかもしれませんね。ぐらいの、ね、ぐらいか、あれ言ってたことがほんまやったなってきたなみたいになるかもしれんよ、ね、ちょっとずつね広がっていったらいいななんていうふうに思って、ほんまよね、楽しみよね。そうなんですよ。要はね今ね今これ5枚なんですけど、うん、通常なんか本当にたくさんのですよ。そしてまた聞いて出して聞いて出してって感じになります。で音羽さんのセッションですね、ここにお問い合わせください。元気アドバイザー音羽でいいんだっけ、うん、それでヒットすると思う。あ、すいません、検索ね占い師音羽で書いてある、これ間違い、元気アドバイザー音羽ですいません何を血迷ったか、私は占い師って書いてますね元気アドバイザー音羽で出していただければね、うん、ヒットします。で、まあ、通常は本当は1回対面でのセッションがあったら、うん、 そうだね、その後、まあ、お電話なり、うん、まあ、いろいろオンラインでねできるということなんですけど、うん、まあ、どうしてもね距離的に難しいとかいうことであれば、うん、まあ、それはね、そうね、それでも大丈夫でございます、うん、そして YouTube もね更新しておりませんけども、チャンネルお持ちでございますYouTube チャンネルも元気アドバイザー音羽で、あのもう一緒です、ホームページもね、うん、あの検索していただけたら出ますので、うんうん、頑張って更新します。そうそう、なんか初めのあの音羽さんのページに行くと、まず浄化しますっていうやつ、ティンシャルでね、ありますので、はい、浄化してされてみてください、うん、でいろいろね、もうでもド派手に作ってありますからね全部ね。そうそうなのよね、うん、もう作れないわ、あれは自分で作ったんじゃないんだけどね偉そうに言うな、なんてまあでもね一応その中にもさ、いつ見てもこうその人によってヒットする何かヒントのものがあるかもしれないので、うんうんうん、ぜひぜひまたご覧になっていただいて、あと瞑想、誘導瞑想もしてるからね。あ、それいいね、うん、何かの時にはぜひ誘導瞑想してください、うん、しんどい時とかもね。なのでもう本当にあの自由なのでぜひ見ていただきたいというふうに思います、うん、本日は光からのメッセージを受け取りお伝えする占わない占わない占わない、どっち、音羽さん、うん、占わない占い師、あ、そう、占わない占い師、うん、音羽さんでした。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。